ワールドサーカスは美術家ユーリ・メッセン・ジャーシンによって1984年に結成されたスイスのサーカスアート巡業イベントである。考古学的なものから最も現代的なものまで幅広い内容のパフォーマンスを繰り広げる。ジュネーブ2010の際にピエロデザインに塗装されたスイス国鉄ウェクンイベントは巡回先それぞれの街につき9から12ヶ月間継続して催される。 工業規模は数千人ほどで、スイスを主とする世界中から千人を超えるパフォーマーが集う。曲芸師、ジャグラー、綱渡り師、行者、ピエロ、ミュージシャン、調教師、コンテンポラリーダンサー、オペラ楽団、マジシャン、パレード、パントマイマー等の様々なパフォーマーが一堂に会し、サーカスの宇宙、科学、情報的光景を映し出す。 それはほとんど表現という時期そのままに多彩に街を一年間の美の発見へと誘う。ワールドサーカスの趣旨は芸術と都市の関係に新しい創造の道を発見することにある。イベントは主に現代創作とテクノロジーの視野を人々の幅広い好奇心のもとに届けられる。この趣旨は科学知識、工業製品、資格創作等の異なる領域に現れる。 視覚的思考が不可逆的に変容しているという事実に動機づけられている。このような変容はコミュニケーションにおける技術、文化における革新と同種のものである。これまでのイベント収益はすべて人道的事業に寄付されている。ジュネーブ2010の際にピエロデザインに塗装されたスイス国鉄へ君。ありがとうございます。